ポコニャチは。今月も鳥獣神祭がやってきたぞー。いやー、今月こそガブリエルを当てたいよ。ずっと言ってるものね。モンスト以外のアプリは神引きしてるのにな。とりあえず、ガチャの画面だけでもガブにしようか。あんたそういうオカルト気にするわよね。よし、これで完璧だね。こんなことでガブが出るなら誰も苦労しないぜ。まあ、でもこういうのは気持ちが大事だから。そうね、信じる心が必要よね。それより、今回はいつもよりオーブ多めなんだな。うん、コラボクエストでかなりもらえたからね。さあ、じゃあ30連の一発目ね。毎月このためにガチャの塔を頑張ってるから。そろそろ当たってほしいよ。まずは、止まるかどうかだな。おっとまさかのルシファー。これで4体目ね。4体目ってことは、完全にラック上げ専用だな。今回出た星5はルシファーだけね。ルシファーのラックが上がるのはめちゃくちゃ嬉しいよ。でも、ウリエルみたいに、中心化が2つに分かれるかもしれないし、とりあえずすぐに合成しなくてもいいんじゃないかしら。確かに、そう言われてみればそうだね。さあ、次はどうだ？ストライク！ショット！確定演出きたー。これで、鳥獣神祭キャラ確定だね。かなり期待できるわね。でも問題は止まるかどうかだぞ。それなんだよなぁ。またまたルシファーだ。ちょ、ルシファーばっかりどんだけ出るのよ。そうだぜ、私たち一体も持ってないんだぜ。かなりの飯まず動画になっちゃってるね。でも、僕が今一番欲しいのはガブリエルだからね。バクシシロ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 バクシ勢いよく割れてるわね。ちょ、嫌な予感が。やっぱりバッチですか。まあ、その前にルシファーが2体も出たんだし、一度のバクシぐらいなんてことないじゃない。確かに、普通に考えたらかなり神回だよね。よし、じゃあ今日はこんな感じだな。あ、ちょっと待って、一個だけお知らせがあるんだ。お知らせ？モンストでお知らせなんて珍しいわね。そうだよね。大したお知らせじゃないかもだけど、この度、兄貴とヨシさんもモンストを始めたんだ。おお、あの二人が、急にどうしたの？コミチンが頑張ってリセマラして、二人専用のアカウントを作ったみたいなんだ。そう、かなり大変だったぜ。おお、いきなりのコミチン。だから、今後はガチャだけじゃなくて、みんなで超絶に挑むような動画も出していくぜ。ニトフィー君も入れて4人で挑戦もいいかもね。そうそう、ニトフィーはもともとやってたらしいからな。ってことは、これからはモンストも生声でやるようになるのね。そうだな、そうしていけたらいいな。ヨシさんのリアクションに期待だな。ということで、これからはモンストはゆっくりと生声の両方でやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。